はい、皆様こんにちは。 YMCK の中村です。4月19日にサービスが開始されたビックリマンワンダーコレクション、通称ワンコレ、皆様プレイしてますでしょうか？で、僕自身はね、結構がっつりプレイしてるんですけど、今回はですね、こう今話題のこのワンコレの人気に乗じてビックリマンの話をねちょっとしたいと思いまして、今回はそんな、びっくりな雑談会です。はい、というわけでビックリマンなんですけど、皆さんこれ集めていましたかね？まあ当時は本当にめちゃくちゃ人気で、あれですよね、80年代を象徴するホビーとしてファミコン、金消し、そしてビックリマンっていうのは三大子供ホビーだったんじゃないかなって個人的には思うんですよね。で、その80年代当時めちゃくちゃとにかく人気があって、もう社会現象と言っても過言なかったと思います。それだけ結構問題もあってさ、あの人気ありすぎてこうお店で全然買えなかったんだよね。で、なんでかっていうと、そのお金持ちの子供とか、あと大人も買ってたのかな、今思えば。入荷したら、その箱ごと買っちゃう人がいたんだよね。いわゆる箱買いというやつ。だからビックリマンがお店にないっていう状況が結構続いていたんですよね。まあなのでお店側も結構場所によっては、このお一人様3個までとか、そういう制限を設けていたんですけど、それでもこう家族総動員で買ったりとか、あと友達とかを利用してね買ったりとかあったんで、まあ、根本的な解決にはならなかったのかなっていう感じはするんですけど、まあそれぐらい人気があったってことですよ。あとはね、リアルマネーでシールの売買がされたとか、それからシールを取ったら、お菓子のねチョコレートの方は捨てちゃうとか、そんな社会問題もね結構はらんでいたんですけど、まあそれぐらい人気があったっていうことだったんですよね。で、そんなビックリマン、なんでこんな人気があったのか、まあいろいろ要素はあると思うんですけど、大きく分けて3つかなと思うんだよね。1つは圧倒的なデザイン力。はい、これですね、まあ、これが全体の7、8割は占めてるんじゃないかなっていう気がするぐらい本当に優れたキャラクターデザインで、まあ、当時ビックリマンのフォロワー的な感じで、他にもねシール付きのお菓子っていうのがあって、まあ、例えばラーメンバーとか、あとそれからハリマ王の伝説とか、それぞれねすごくデザイン性は高かったんだけど、それらと比較してもビックリマンのキャラクターデザイン、造形の素晴らしさっていうのは頭一つ二つ抜けてたなと今の視点で見ても僕は思います。まあ単純にかっこいいとか可愛いだけっていう視点で見たら、まあ、もしかしたらビックリマンよりもよくできたシールってあったかもしれないんですけど、なんかそこのキャラクターに込められた情報量がビックリマンってすごかったんですよね。例えば衣装なんかでも本当に何の変哲もないちょっとしたこうアクセサリーとか武器の一部だったりとか、そういった枝葉の先まで設定が行き届いたデザインだったんですよね。だからなんて言ったらいいのかな、そのデザインの説得力がすごかった。これが現代までこうビックリマンを確固たる地位にしている要因の一つじゃないかなと僕は思います。で、もう一つは、これもビックリマンの最大のアイデンティティなんですけど、ヘッドの存在ね。ビックリマンってその正確に設定されているわけではないんですけど、シール的なこう階級というか当たり外れ的なものがあって、おそらく天使が当たりで、お守りはまあ普通で、悪魔は外れっていうこうポジションだったと思うんですよ。で、それはそのシールの素材の豪華さに紐づいていて、天使はメタリックな背景を使っていて、すごくこうキラキラしていてちょっと豪華な感じがするんですよ。で、お守りはこれ剥がさないと分かんないんですけど、透明のシールなんですよ。で、一応外れ枠とされている悪魔っていうのがもう何の変哲もないただのこのフラットなシールっていう感じなんだよね。まあ、実際にはその外れポジと言われている悪魔もすごい魅力的なキャラクターが多いんで、必ずしも外れってわけじゃないんですけど、このシールのグレードっていうのが一つのなんかこの購買意欲をねかきたてられていたんですよね。お、天使出た、今日は当たりだみたいな感じので、その天使をはるかに上回る最高級のシールっていうのが、まあ、ヘッドだったんですよね。まあ、今のソシャゲでいうところの SSR ですよね。で、これらヘッドっていうのは、まあ、キャラクターとして一段格上に作られていたっていうのももちろんあるんですけど、そのシールの素材が、プリズムと言われる、いわゆるキラキラシールって言われるものだったりとか、あとそれからエンボス、ちょっとこう凹凸のあるエンボスシールであったりとか、それから最高級と言われたこう虹色に光るホログラムとか、だからそのシールの中に明らかな格差があったんだよね。
で、この本当に最高級のこのヘッドを当てるためにもうみんなこぞってこのビックリマンチョコを買っていたっていうわけで、このお宝感、レアリティ感が、ビックリマンの魅力というか、まあ人気のね、あの要因だったんですよね。ただこのヘッドってもう本当に出なくて、なんか一説にはその箱、一つの箱に1個か2個しか入っていなかったとか、そういう次元らしいんだよね。一箱って多分30個か40個ぐらいだったと思うんで、まあそれの中の1個か2個しか入っていないっていうと、相当な確率でしか当たんなかったっていうのが分かりますよね。で、それから最後の魅力なんですけど、ストーリー、まあ、これ当時どのくらい浸透していたかっていうのは微妙に分かんないんですけど、まあ、一応アニメが放送していたんで、まあ、それを見ていた人は大体のこのビックリマンの話というかは分かっていたんじゃないかなって感じはするんですけど、あの実はですね、このビックリマンの裏に隠されたバックストーリーっていうのがめちゃくちゃ深くて熱いんですよ。で、アニメもう大体それを踏襲してはいるんですけど、やっぱり子供向けに結構その分かりやすくあの改編されているところもあって、まあ、例えばやっぱ主人公が、あの本来シールではヘッドロココが主人公なんですけど、まあ、それがそのヤマトジンテイっていう、こう子供に分かりやすいキャラクターに置き換えられていたり、まあ、どっちかというと冒険活劇のね、あの様相が強くなっていたんですけど、シールの方のストーリーっていうのはもう完全にこれ神話なんですよね。ただこれ当時本当によく分かんなくて、一応そのシールの裏にちょっとしたこのストーリーは書かれているんですけど、めちゃくちゃ断片的すぎて何言ってんのかさっぱり分かんないですよね。だからここら辺のストーリーが明らかになってきたっていうのは、結構このネットが発達してから、この有志の人たちがいろんなこの資料を集めてこの分析した結果みたいなところがあるんですよ。だからストーリーの面白さっていうのは、あの当時の人気に直結はしていないと思うんですけど、いまだに根強いこのビックリマンの長寿人気の秘密にはなってるんじゃないかなと、個人的には思います。で、そんな大人気だったビックリマンをソシャゲ化したのが今回のこちらのね、ワンダーコレクションというゲームなんですね。まあありそうでなかったっていうかさ、そのビックリマンとソシャゲってめちゃくちゃ相性が良さそうなのに、今までなんでやってこなかったのかなっていう感じがするんですけど、まあそれがね、令和の時代に現れたっていうことでかなりざわめきましたね。で、まあただゲーム自体はかなりこうオーソドックスっていうか、まあソシャゲをね、今までやっていた人だったら、まあ、あこういうゲームなんねっていうのが大体すぐわかるかなっていう感じのゲームですね。まあ、まずはこのガチャでキャラクターをゲットするというのが、まあこのゲームの始まりというか、まあ根本ですね。で、このガチャが見ての通りこのビックリマンのチョコみたいになっていて、まあ当時と同じくチョコレート買って、中何入ってるのかな、ヘッド出ねえかなっていうこのワクワク感がまんま当時のあれですよ。それですよ。で、あとこの絵柄がね、素晴らしいんですよね。まあ、当時のビックリマンのあのグリーンハウスさんがね、あの作っていたグラフィックをそのままちょっと斜め視点にして、なおかつライブ 2D でグリグリ動くっていうのが、まあこれだけで、まあ、当時のビックリマンファンはかなりこうね、ワクワクするんじゃないでしょうか。っていうか僕がそうでした。で、ちょっとね、あの意外だったのがガチャが2つあるんですよね。キャラクターのガチャとシールのガチャって2種類あるんですよ。で、なんか僕はてっきりキャラクターを手に入れたらそのキャラクターのシールも自動的に手に入るものだと思っていたんで、この仕様は結構戸惑いましたね。で、ここで何ガチャ2回やんなきゃいけないのっていうことでちょっとって思った人もいると思うんですけど、そこはねちゃんとうまくできていて、まあ、キャラクターを手に入れるのは、まあ、基本的にはガチャで手に入れるっていう感じなんですけど、シールの方はガチャで手に入れる以外にもこうストーリーモードを普通にやっていくと、なんか知らんうちに手に入っていくんですね。あとはこのシールのガチャチケットっていうのが割と頻繁に配られるんで、そんなにこのなんかシールガチャを回すためにガンガン課金しなきゃいけないっていうことはあんまないんじゃないかなっていうふうに思います、多分。で、このキャラクターをゲットしたら、デッキでパーティーを組む。はい。で、ここがまあ結構その敵との相性とかもあったりするんで、戦闘によっては結構こう変えていかなきゃいけないのかなっていう感じがするかな。あとシールの方っていうのが、あのいわゆるサポートなんですよね。まあそのパーティーにこのシールを装備させることでいろいろなバフ効果が得られるっていうのが、このシールの役目みたいな感じです。で、デッキを組んだら、いざ出陣なんですけど、戦闘は主に2つあって、1つはストーリーモード。これはその名の通り、ストーリーを楽しみつつこう戦闘をプレイしていくっていうゲーム
まあ、あと一応このゲームのメインになるところかなっていう感じで、ストーリーの方は、フルボイスではないんですけど、かなり文章量が多くて、結構読むことになりますね。内容もね結構面白くて、なんかその公式さん曰く原作のビックリマンストーリーをベースとしつつも、ワンコレのオリジナルのこのストーリーを展開していくみたいな雰囲気だったんですよね。で、確かにそのシールとかアニメとはちょっと違うんですけど、でも大まかなストーリーは多分原作を踏襲してるんじゃないかなっていう感じがするんで、多分原作ファンも安心なんじゃないかなと思います。あとね、キャラクターの性格も結構原作を踏襲してる感じなんですけど、やっぱりこのプレイヤー層に合わせてやや大人びた感じになってるかなっていう雰囲気かな。特に顕著なのがスーパーデビルで、これがさ、アニメ版だとかなりこうギャグテイストなおじさんだったんだけど、すごくねかっこいいキャラクターになってんだよね。これはこれですごく斬新で面白かったし、まあとにかく全体的に文章量も多いのでかなり読み応えがあります。で、戦闘シーンはほぼフルオートで、プレイヤーが介入できるのは必殺技を打つ時だけっていう感じ。まあ、なので普段のいわゆるその据え置き機のゲームをやってる人からするとなんか物足りないなっていう感じがすると思うんですけど、基本的にはそのデッキを組んでいかに有利なパーティーを作るのかっていうのと、あとキャラクターをどう育てていくのかっていうのを楽しむゲームですね。で、一応このシールと同じく、ヘッド、天使、悪魔、お守りっていう風にこの、4種類のねキャラクターというかこう種族がいるんですけど、一番強いねヘッドだけで固めればすごい最強のパーティーが組めるのかと思いきや、このパーティーにねコストっていうのがあって、そのコスト内でキャラクターを編成していかなきゃいけないんで、高コストなヘッドだけで固めるっていうのはなかなか厳しいんですね。で、育てるキャラクターも強キャラだけを突出して育てればいいのかっていうとそんなこともなくて、戦闘に参加する人数がめちゃくちゃ多いんで、なんかね全体的にまんべんなく育てる必要があるっていう、そんな感じのゲームでしたね。で、戦闘シーンはさっき言った通りプレイヤーが介入するところはほとんどないんですけど、でもそのキャラクターがライブ 2D でわちゃわちゃ動くのはすごく楽しいし、あとその必殺技がねすごいかっこいいんですよね。カットシーンがバシッと決まっていて、これを見るだけでもかなり価値があると思います。まあそんなわけでこちらのねビックリマンワンダーコレクション、通称ワンコレなんですけど、まあ数日間触った感じ、僕はかなりこう楽しんでますのでね、おそらくこのままね続けると思います。まあそのなんか進行模様を中村センターでこう随時報告していくみたいなことはないと思うんですけど、まあ、ちょいちょいねツイッターかなんかでこうちょっとね状況をねお知らせできればなと思います。はい、というわけでワンダーコレクション、通称ワンコレの人気にあやかってなんかビックリマンの話をねトツトツとしてみましたが、いかがだったでしょうか。まあゲームの方はね、このやっぱりこうキャラクターを集めて、その集めたキャラクターでパーティーを組んで戦うっていうのが今までビックリマンでありそうでなかったゲームだったんで、すごくねビックリマン世代には刺さるゲームなんじゃないかなっていう感じがしますし、僕もねすごく楽しんでますんで、まあゆるりと続けていきたいと思っています。あとは皆さんのねビックリマンの思い出とか、このキャラクターが好きだったよとか何かございましたら、ぜひコメント欄の方でお寄せください。それでは今回の中村センターはここまでです。ご視聴ありがとうございました。でですね、ここまで話しといて何なんですけど、僕自身はですね、ビックリマンの全盛期の頃って実はシールを集めていなかったんですよね。で、なんでかっていうと、そもそも店に売っていなかったっていうのもあるし、その集めている友達をこう横で見ていて、すんごいヘッド出にくいんだなとか、そういうのを間近で見ちゃったんで、なんかこれ手出すの危ないなっていうことで、そのリアルタイムの時は手を出していなかったんですね。で、そんな僕がビックリマンを集めるようになったのは、大体第20弾ぐらいだったんです。だからもう、いわゆる全盛期はもう過ぎて、新時代の新ビックリマンって言われる頃の、ビックリマンですね。で、この頃になるともう人気も落ち着いていたんで、普通にお店で買えたし、あとプリズムシールも復活したんですよね。あとね、この時タイミングが良かったのは、今までビックリマンを集めていた友達がもうビックリマンいいやって言って、こうシールいらないってなり始めた頃だったんですよ。だったんで、そのいらないならじゃあちょうだいって感じで、あらゆるシールを友達からもらってました。変な話ね、クラス中を暗夜していろんなクラス
の友達からあのビックリマンシールなんかいらないんだったらちょうだいよってこうあの触れ回って集めたんですよね。でそんないろいろこう熱心に回ってるうちに結構集まってですね、30何段ぐらいまではコンプリートするぐらいまでいったんじゃないかなっていう感じですね。まあ今手元にあるのはもちろん全部その時集めたものではないんですけど、まあでも結構なんていうの、安価に集めたビックリマンシールのコレクションですこれ。で僕の好きなねあのキャラクターはもうめちゃくちゃたくさんいるんですけど、まずやっぱりセントフィニックスですね。これが大好きでした、今も大好き。まああの人気が高いのはこのセントフィニックスがパワーアップしたヘッドロココの方なんですけど、僕はねこのなんか性別がよくわからない中性的なね魅力があるこのセントフィニックスの見た目がすごい好きだったんですよね。であとアニメ版でさセントフィニックス出てたんだけど、なんかあのシールよりも2割増しぐらいでプニプニしていて、なんかまんじゅうみたいで可愛いなって思ってました。あとやっぱりブラックゼウスはかっこいいですよね。まあ、ブラックゼウスがかっこいいっていうのもあるし、やっぱりあの初のホロシール、ホログラムのシールだったんで、これが出た時はね相当ショッキングだったんじゃないかなって思います。まあもちろんその僕はそのリアルタイムで手に入れたわけではないんですけど、あの雑誌のなんかねあの紹介でこのブラックゼウスのあのなんかスクショっていうのかなあの写真を見た時は、うわ何これって感じですっごい驚いた記憶があります。でそのブラックゼウスの最大のライバルと言われるこのヘラクライストがすっごいかっこいいんだよね。ねそのやっぱりブラックゼウスとの一騎打ちはすごいかっこよくてさ、あの表へ出ろっていうのをねみんな真似したよね当時。であのヘラクライストはね、あと僕必殺技がすごい好きなの、聖極楽拳っていうこの剣を使うんだけど、ブラックゼウスのレインボービームウェーブっていう必殺技をこの剣で受け止めて魔力逆転騒動って言って威力を倍増にして跳ね返すのがすごく痺れました。かっこよかった。であとこの辺はもう本当にあの名キャラクターばっかなんだけど、マッショーネロがすごい好きだったね。マッショーネロはもうこの圧倒的なパワーだよね。天聖界をこの事実上の壊滅に追い込んだのはこのマショーネロだったんだけど、その強さがそのパワーがすごすぎて自分でも制御できないっていうこの説得力ここがいいよね。ただ強い強いだけじゃ面白くなくて、こういったもう自分でもあの操ることができない、コントロールすることができないぐらい強大なパワーを持っている。だから長時間戦えなくて、もうパワーを出し切った後はこうネロマシンっていうこの体が崩壊していくっていうこのカタルシスですよ。この辺のねキャラ付けがもうビックリマンはお見事なんですよね。であとマショーネロっていうとね、もうこのキャラクターデザインの攻め込み方がねすごいですよね。であとね、これ好きだったな、ノアフォームが好きなんですよね。マタイデンノアの方はねちょっとなんか見た目怖いなって思っていたんですけど、このノアフォームはねすごいあの独特な美形だよね。すごい美人の顔っていうのとは違うんだけど、なんか綺麗だなって思う顔ですごく好きです。あ、この子が、この子っていうかこの人があのサタンマリアのお母さんなんだよね。で、あ、これね、アンドロココ。アンドロココはね、あの結構賛否が分かれるじゃないですかあのヘッドロココがやっぱり人気あったんで、ヘッドロココの方がかっこよかったって人多いんだけど、僕はこのアンドロココ結構好きなんだよね。この少女漫画っぽいこうこのちょっとキラキラした感じが。であとねこれセントエタナルキッソスがすごく好きだった。そのキッソスの、ライバルであるマクンポセイドスもすごい好き。やっぱライバルっていいよね、すごく映える。ただまあこの頃ですよね、そのまあそのいろいろごたごたあってプリズムシールとかホログラムシールが、姿を消して、まあこの普通のメタリックなシールになってしまったっていうやつ。やっぱねこれだけ魅力的なこのデザインのキャラクターだから、あのプリズムのキッソスとかポセイドス見たいなっていう風に思った人多かったんじゃないかな。で僕が集め出したのはこの辺からなんですよね、うん、サルル博とかこうなんか普通にお菓子分けて出した記憶がある。だけどこの頃っていうのはそんなにあのすごく真面目に集めていたわけじゃなくて、こう惰性でたまにこう買う程度だったんですよね。で本格的に集めるようになったのはこのプリズムシールがやっぱり復活してからっていう感じになりますね。でこの頃アニメの、まあ、第2期がこうスタートして、まあそのなんていうの、第1期ほどのこの社会現象みたいな人気はなかったんだけど、こうそこそこ人気はあったんじゃないでしょうかね。僕もこの頃は
毎週テレビ見ていました。第2期も結構面白いんですけど、第2期って話が結構複雑って言えば複雑で、要はこの天使対悪魔みたいな簡単な構図じゃなくなっちゃったんですよ。だからマンセーラっていう第三勢力があって、まあ、それとその天使と悪魔とっていうこのまあ三つどもえの戦いになって、プラス時代っていうその天使でも悪魔でもないっていうその次の世代の人たちも出てきちゃったんで、なかなかね誰が良くて誰が悪いのかっていうのがすごくね分かりづらかった。だけど面白かったね。エゼフィトっていうねちょっとエジプトのなんか人たちも出てきたからね。でドラキュロスね、このキャラクター好きな人結構多いんじゃないですかね。アニメ版でも主人公はロココとマリアの子であるピア・マルコだったんですけど、その敵側っていうか、まあ、相手側の主人公として抜擢されていたのがこのドラキュロスなんですよね。最初サイキュロスだったかな。でまあこれはねこのシールを見てもらうともうわかるんですけど、そのあれですよ、魔性ネロの因子を受け継ぐ、悪魔ヘッドとして登場したのがこのドラキュロスだったんですよね。あのミッキーが凶暴化したようなこう見た目のネロがこんなイケメンになってしまうっていうねねえすごいびっくりしましたよ。でこのドラキュロスの力を利用しようとしたのがこのマヒ・クレオクスっていうね、この、なんかエジプトのクレオパトラみたいな人なんですけど、でこの人はこうエジプトっていうまた違う第4の勢力の人たちで、そのエジプトを繁栄させたいかなんか救い出したいかちょっと忘れちゃったんですけど、なんかこうね発展させたいためにドラキュロスの力を求めて近づいていったっていう、まさにクレオパトラですよね。だから本当に惚れていたのかわかんないんですけど、ドラキュロスにこうかなりこう取り入るんですよね。こう抱きついたりとかして、ここら辺のねちょっと怪しげな感じが好きだった。でここで急にそのあれなんですよね、このエジプトっていう、そのエジプトの人たちだったのがなぜかここでお雛様になってしまうという、なんでっていうのはあったんだけど、このお雛様的なこの並びがすごく好きでさ、必死こえて当時集めましたね。でいつ頃かはちょっと忘れちゃったんですけど、ビックリマンって一回大々的に復刻したことがあったんですよ。でその時の復刻したシールも、全部集めましたね。で復刻シールって実はそのオリジナルのシールとはね色味が違うんですよ。でその違いが割と顕著なんで、こう見る人が見ればすぐにこの復刻かオリジナルかっていうのは分かるんですけど、なんか新しい色味は色味でなんか独特のね特徴があって、これはいい感じですし、やっぱりそのシールの状態がさ当たり前なんだけど新品だからすごく綺麗でいいですよね。特に色味とかがあんま関係ないホログラムがこう綺麗な状態で復刻してくれたっていうのはすごく当時嬉しかったですね。あとねこの復刻シールのすごくいいところっていうのが、まあ、当時そのいろいろあってプリズムシールっていうのがなくなっちゃったじゃないですか。だけど魅力的なキャラクターはこうどんどんね生まれていったわけで、なんでこの人たちがこうキラキラで出なかったんじゃってい こう悲しみがあったわけなんですけど、その夢をね叶えてくれたのがこの復刻シールだったんですよ。ほら僕はさっき言っていたこのセントエタナルキッソスとかマクンポセイドスとかがこのキラキラシールで復刻してくれたっていうのがすごく嬉しかった。あとこの企画的なものとして、その当時ホログラムで出ていなかったキラキラシールとかで出ていったヘッドたちをこのホログラム化した時があったんだけど、これすごくいいですよね。これもねすごい必死こいて集めましたよね。見てよ、ホログラムのスーパーゼウスとかホログラムのヘラクライストとかね、ある意味本家よりもこう高級感のあるシールに生まれ変わって復刻してくれたっていうのがすごく嬉しかったですね。で、これは最近のシールですね。最近はビックリマンっていうとなんかどっちかというといろんなところとコラボしてるっていうイメージが強くて、この間もねスパイファミリーとコラボとかしていましたけど、割とね最近また聖魔大戦が復活して魅力的なキャラクターがまた出てきましたね。このベンヌダルクとかさ、デビルーツとかさ、もう完全にあれじゃん、セントフェニックスの因子で、こっちは、スーパーデビルの因子っていう感じなんだけど、やっぱり聖魔大戦いいですね。